しください。総理です。今日は大阪駅について皆様にご紹介するために後方1番乗り場2番乗り場ホームへやってまいりました。この電車は普通大阪環状線経由天王寺行きだと書いてあります。天王寺に行った後こちらはですねもう一回、天王寺から大阪環状線通りましてそこからまた反対方面に京橋大阪西九条を経由してまた天王寺から今度阪和線に入りまして関西空港和歌山方面へと行く列車です。はい、で皆さん大阪に来たことがある人は分かるんですけど大阪環状線ホームってすごい混雑するんですよね。特に今日みたいな土日の日はということでここのね、ちょっと穴場スポットと言っていいのか分からないですけど人が少なめのところで、撮影しております。奥見えるかどうか分からないですけど線路がありましてあの 2線は対比線というか留置線になっております。あちらに対比ができる構造になっています。ここを見ると、たくさんの列車あちらはあちら正面に行く列車今度は一番線にやってくる列車は普通電車こちら本当に普通電車です。大阪環状線内すべて各駅に停まる列車大阪を出ますと西九条弁天町と停まっていきます。内回り西九条弁天町新今宮天王寺方面行きです。環状線内各駅に停まります。足元4番の乗車時は路線専用車です。ご理解ご協力をお願いします。放送の通りすべての各駅に天王寺方面停まります。こちらは323系オレンジのラインそして黒のラインが特徴的な列車です。すべてフルカラー LED 素晴らしいですね。こちらどこか225系の100番台と似ています。奥に見えるのは環状線あちらも下り方面の普通電車あちら天王寺行きです。あちらが外回りと言います。ピンク色に変わっている分こちらが女性専用車となっています。オレンジからピンクピンクはとてもねあのここが女性専用車だということが分かりやすくていいです。この多様性の時代にピンクが使われるというのは、まあ、よく分からないですけど人によってはちょっと非難のある人もいるかもしれません。多様性ですからね。今こちらが普通大阪環状線内回り停車中の電車は14時33分発普通西九条新今宮方面行きです。 The train stopping at track 1 is the local train 一昔前よりは乗る時にも分かりやすく放送してくれてそしてですね足元にもちゃんと表示があるというか分かりやすくなっているんですがどうしてもやっぱご乗車、誤るの乗車ですねが多いということで大阪駅1番乗り場2番乗り場は、皆さんの有名どころにもなっております。1番乗り場から内回り西九条弁天町天王寺方面行き発車いたします。大阪環状線1、2番ホームと調べたらですね面白い例えが出てくるんです。いろんな人が、まあ、出してる動画でいろいろあるんですけど、ね、この発車メロディーはやっぱ好きやねんというドアが閉まります屋敷高人さんの歌です。少し今、スパーダーにご注意ください。
本日は威勢のいい、車掌さん、車掌さんではない駅員さんですね。ドア閉まります、ご注意ください。威勢がいいです。大阪環状線と同じく山手線も周回する列車で有名ですが、山手線は実は別にぐるっと一周囲んでるわけではないので、大阪環状線は本当に大阪ルート内の大阪のですね、周遊となります。新今宮、天王寺、堺市、三国ヶ丘、大鳥、泉府中、東岸和田、熊取、姫野、あちらには東海道本線、この大阪環状線は内回りと外回りというふうに表記されていまして、皆さん山手線ご存知でしょうが、山手線と同じく右回りが外回り、内回りは左回りですね。時計回りが外回りで、時計回りが内回りという感じです。接近放送がこの大阪駅、また大阪の環状線各駅の特徴とも言えるんでしょうけど、和歌山行きが8両で参ります。なんとですね、この関西空港行きという表記されてますけど、この電車8両編成でやってくるうち4両が関西空港行き、放送にもある通り後ろ4両が和歌山行きです。そうです、和歌山行きとなっております。1番乗り場に和歌山や関西空港、外国人は前側乗って、田舎民は後ろ乗れということですね。ご注意ください、はい、和歌山県民から少し苦情が来そうな動画です。この接近放送とともにここにやっていくんですけど、多分ね、55キロかで75キロかどっちの制限があった気がするので、ここにやってくるのは少し接近放送が鳴り始めてから時間がかかるそういうことになります。ただでさえ3分4分に1本、列車がやってくるこの 1,2 番ホーム、たくさんの放送が大変です。こちら225系5000番台かな。大阪です。一番乗り場に到着の電車は関空紀州路快速関西空港、はい、あちらに SR と書かれております。実はここ大阪環状線を通るので O とも書いてもよろしいです。そして、ね、ここにやってくる列車の、何割かが女性専用車があって女性専用車がないという、なかなか難しい駅になっていたものです。あちら側は JR 神戸線、本線からは、運用がどんどん外れている221系電車、白いフォルムが特徴です。天王寺行き、お客様にお願いいたします、電車が到着しましても入り口を開けて降りられるお客様をお通しください。またご乗車の際押したり割り込んだりせず、前の方に続いて順序よくご乗車くださいという案内がなされております。一番乗り場に停車中の電車は14時38分発、あと1分で発車です。和歌山行きです。このホームから発車するのは、乗り間違いのないようにご注意ください。これはどの駅でも言ってるんですよ。これね、どうせ同じ列車ばっか組んだから乗り間違いないだろうとかいう考え方をしているね、大阪の皆さんはね、多分大丈夫だと思いますけど、東京から大阪にやってきた人たちはね、間違えるわけです、そこで。天王寺に行くんだったら全部通るね、じゃあ全部乗るか。天王寺に行くのは簡単なんですよ。じゃあ例えば、天王寺行こうと思ってある列車に乗りました。そしたらですね、夢の国、たくさんのなんかカップルが乗っている列車に乗っちゃうことですよ。なんだこれは JR 夢作線、ユニバーサルシティ、そして桜島方面に行く列車でしたという感じでね、意外と大きな罠があるわけです。この列車は関西空港に行く列車、そして和歌山にも行きます。今では関空特急はるか号もたくさん減便されて、関西空港に行くようになる外国人観光客も少なくなってきましたので、少ないですよね。また日本が鎖国状態と呼ばれる今の
れを解消できるようであれば、たくさんの、ね、人が来てほしいものです。1番乗り場から発車します。電車は8両で到着します。足元白色三角印、こちらは221系電車、今では大和路快速としてか、宮古路快速、奈良線の方でしか活躍していないんですね。本線では、もうほとんど引退してしまいまして、残っている列車もあと少しといったところです。去っていってしまいましたね。では大阪駅一二番線の紹介はこのぐらいにして、次の場所に行きたいところでありますが、実は最近知ったんですけど、こちらが一着工事しているのは、ここにまた新しく改札口というか階段を設置するという噂がありますので、ここの階段が設置されたらね、僕もここで撮るのがあんまり好きではなくなってしまう。もちろん向こうも同様です。もう大阪と言いますから、大阪のまあ丸いビル大和ハウス、そこにいろんな会社があったりします。まもなく一番乗り場に14時43分発大和路快速奈良行きが8両で参ります。14時43分発黄色い展示大和路快速です。大和路快速と言いますと、先ほど言われた221系電車の登場です。ご注意ください。電車が参ります。ご注意ください。関東にご在住の方でしたら、山手線とは一風変わったね、また環状線というものを見ることができると思いますが、一番乗り場参ります。電車大和路快速奈良行きです。福島西九条弁天町大正新今宮天王寺旧宝寺王寺いろんな寺がありますね。天王寺、九宝寺、王子とたくさんの寺を通っていくこの大和路快速、奈良も通ります。こちらの電車は奈良行き。お、こちらはあれがないですね、あのコロじゃないわ、なんていうの、こう横についてるんですよね、こう大きな電車。大阪です。なぜかついてない、珍しい。奥からはまたやってきました。和歌山まで出張に行ったお客さんを大阪まで連れ戻してきた列車。こちらの列車はですね、かなり快適で2列と1列のシートになっておりますから、大阪環状線、例えば福島に行きたいとしても323系というロングシートの車両に乗るか、こちらの車両に乗るかで、快適性は大きく変わってきます。もちろん混雑していない時の話ですが、混雑していると全く別物です。環状線はもしかしたら空いてるといった傾向があるかもしれません。こちら221系電車大和路快速発車します。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。ドア閉まります。という声音楽、まあ、僕はそんなに大阪駅は好きというか好き嫌いで決めるものじゃないですけどね、あまり好んではいませんね。まあ、なんでかっていうと人多いからです。まあ、人多くてもいいんですけどね。大和路快速、こちらは奈良まで、鹿さんに会いにやってくる子供たちを乗せて、発車します。そうするとね、まあ、奈良県民はお前ら鹿せんべい食わしたのかみたいなこと言われそうで怖いですけど。あら、かわいいおめめ。ということで、この辺で終わりましょうか。はい。9時関空快速として行ってきた、関西空港、そして和歌山のど田舎まで行ってきた列車が戻ってまいりました。そんなこと言ったらダメですよ、和歌山は意外と都会ですから。
さて、先ほどのホームからこちら半にやってきました。こちらは3、4番ホームです。こちらは都会の皆さん、大阪に用のある皆さんが乗ってきた車両です。大阪環状線323系電車。さて、このホームは JR 宝塚線、JR 神戸線と書かれておりまして、三宮、西明石、姫路方面、宝塚、三田、城崎、鳥取、倉吉方面と書かれております。そうですね、ここは特急電車と、また一部の、時間帯の三宮、西明石方面、姫路方面の電車、それからですね、ほとんどの特急電車の、回送電車と、東京止まりの回送電車、それから快速の、丹波寺快速だったり、九州快速じゃないわ、あっちの、福知山方面に行く列車がここから発着することになります。丹波寺快速という名の兵庫県の一番田舎の方面まで行く列車です。さて、先ほどやってきた大阪府民の皆様が乗せた大阪環状線です。電車が発車するようですよ。環状線と言いますから、ずっとぐるぐる回ってるわけですから、大阪の人は周りのことが見えてない、ぐる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 目が回ってるだけだというように、この電車は発車していきます。すいません、怒られました。大阪ループライン8両編成でやってきた電車、あちらまた天王寺と呼ばれるね、寺まで行くようですよ。おお、反対側からは快速電車。多くの電車は同じ快速ですが、快速網走行きです。これまさかの同時発車とかありえるパターンでしょうか。左側にいるのが JR 神戸線の神戸線大阪線、うん、JR 神戸線京都線の、快速電車下り方面です。あれは神戸、そして明石、加古川、姫路方面やっていきます。そして右側に止まっているのが、6000番台と呼ばれる車両なんですけど、日清三系6000番台、こちらは221系と一緒にガッチャンコするために作られた車両です。ガッチャンコというのは、いわゆる、人間でいうとキスみたいなものですね。くっつけるわけです。くっつけて走るわけですね。お、なんとね、右側の丹波寺快速の先に発車してたはありませんか。丹波寺快速笹山口行き、笹山口までのね、何日かに泊まっていくようですけど、通常223系というのは130キロ出せるんですけどね、あちらの電車は残念ながら130キロ出すことはできないんです。実は120キロまでに抑えられているというかわいそうな列車ですね。あ、またまたやってきました、奈良の鹿さんに鹿せんべいを食わしてきた乗客たちが戻ってきましたよ。あちらは普通という名を変えて関空ではないわ、山の寺快速として走ってから天王寺から普通に名前を変えて、戻ってきたこちらの電車、天王寺行きの、普通電車です。で、こちらが先ほど言ってたですね、快速電車です。こちらの方が少し遅かったですね、残念でした。見た通り、3、4番線だけね、ホームのね、ホーム席がないといった状況になります。まだ向こう側にもね、ホーム席がない場所はあるんですけど、残念ですね。
大阪大阪ですと言って歓喜振るう乗客たち。うわ、ということで次何がやってくるか見に行ってみましょうか。この3、4番ホームは本当に大阪駅の中で一番人が少ないんじゃないかと疑ってもいいほどの場所なんですけど、実はもっとかそってる場所があるので、そちらの方はねまた見ていきたいと思います。あちらからは暖流器の音かなが聞こえます。はい、3、4番ホームにいてもね、見るものはこんな感じのものしかないんですよ。これは新快速電車、網干方面に行く列車です。網干でしょうか姫路でしょうか分かりませんが、この電車はオール 223系。そうですね、姫路行きと書いてあります。後ろも2000万台。さてこんなところにぼっちに最適の椅子もありますが、お、あんなところに225がニッコニコですね。225系乗ると皆さんニッコニコということで、あ、すいません、ただの語呂合わせですがニコニコするんでしょうね。あんなとこには阪急百貨店もあるんですね。なんか物騒な音がしますが、あれはいつ発車するのでしょうか。次にこの3、4番ホームにやってくるものといえば4番乗り場に、あれですね、宝塚行きの電車がやってくること以外何も、イベントではないですけど発着がないので面白くないと思います。よいしょ、あいたたたた、奥に小さいですが止まっているのが、大阪環状線の、天王寺駅普通電車外回りです。意外とこの3番線のここって、あの大阪環状線通るには穴場かもしれないですね。こういうわけです。よいしょ、先ほどやってきた新快速電車はもう間もなくの発車、ちょっと立ってるのもしんどいんで椅子に座りながら撮りましょう。あー、指が映ってしまいましたよ。じゃあここにいても暇なんで向こうの番線に行きましょうか。よいしょ、まだまだご丁寧に柱番号まで書いていただいて、このところにちゃんと書いてあります。間違えてきた人のようにユニバーサルシティ方面は一番乗り場から行けという、そういう話だそうです。では向こう行きましょうか。あ、意外と進入スピード速いから 75km ぐらいで入ってるのかもしれません、もしかしたらね。ではここはやめて、ほんと向こう側に行きましょう。
こちらは我が地元西明石の近くまでね行く電車ですね。ということで5番乗り場6番乗り場にやってまいりました。今度5番乗り場にやってくるのは快速姫路方面だそうです。お待ちください。この後の快速はご周期、ご利用のお客様は黄色の矢印5番から10番オレンジ色の線に沿ってお待ちください。次に参ります快速電車は短い6両編成で参ります。次の快速6両編成と聞いて僕がピントを当たったのはですね、あの白いやつです。白いやつが来るかなと思ってるんですけど、そちらが当たったらですね、皆さんチャンネル登録していただこうと、そういう企画でございますよ。ここは5番線、6番線です。さて次やってくるのは221系だったらね、皆さんチャンネル登録してください。次来たのが221系じゃなかったとしたらですね、高評価だけ押して去っていってください。お願いします。さて来るかな、どうなんだろう。奥には観覧車が見えます。そしてもう一個奥にはピチョン君というやつ、おっとそんなこと言ってたんですね。奥からねやってきましたね、変なやつが。なかなか情報量の多いものになりましたが、皆さんどうですか、予想通り221系来ましたよ。ということでね、皆さん動画見てる方は左下にあるチャンネル登録ボタンをねしっかり押していただけたらと思います。そして先ほどカソってるとか言ってた場所にもですね、サンダーバードという、サンダーバードじゃないコウノトリという特急列車がやってきましたので、そういった状況です。広く上げていただき降りられるお客様を先にお通しください。はい、短い6両編成ということでだいぶ向こう側に止まりましたね。でこちらは3、4番乗り場は特急列車が多く発着するため、清掃員なんかがね来ることが多いです。お忘れ物のないように幕回してますね。サンダーバード、足元にご注意ください。すげえ、ライチョウとかもあるんだ。ハクタカ、ダイナスター、元かがり火、すげえ、スーパーライチョウ、なんで階層が2つあるんでしょうか。さて、先にあの快速電車が発車してから多くの221系快速電車が発車する模様です。なぜかくしゃみをしてしまった。これはコロナではないか。いい、安心してください、コロナでは多分ないと思います。そして奥に見えるのが普通電車たち、あちらは東海道線通っていって高槻、そして京都方面やっていく、列車、反対には西明石に行く列車がございます。まああの列車行ったらね、もう5番乗り場6番乗り場見るものがないので行きましょう。なかなかあれが発車しないので困っているところです。西明石駅は間もなくの発車です。ご利用のお客様はお近くの扉からご乗車ください。まだ信号が赤のままなんだ。西明石駅は今日は始まります、ご注意ください。まだ信号が赤のままで、あれしばらく発車しないですよね。何かあったんでしょうか。ちょっとこう停車時間長すぎるなと思うんですけど。
の221系の通過待ちを行っていたからでしょうか。おそらくあちらもまた発車すると思いますよ。この電車が普通京都行き、今日の都へ行く電車です。昔の江戸時代の人ですとこの辺からも歩いてね、京まで行かないといけないのがこれになるとすごい便利ですよ。京都行こうと思ったら普通電車でも1時間もかかりません。ここからは1時間ぐらいかかるかな、どうなんだろう。まだ発車しない、信号が青になりましたのでもう発車します。こちらはダンゴムシと勝手に僕を呼んでるんですけど、321系電車、途中全部のホームに止まるのでね、お客さんはそんなに多くないのかな。いや意外と多いですね。新大阪に行く人とか快速乗ればいいのにって感じなんですけど、なんとも理不尽な列車であります。もう女性専用車のマークのところは女性専用じゃないぞと言ってるもばかりに、もう本当にね欠けてきてるんですけど、大丈夫なんでしょうかあれで。ということで向こうの方にも行きましょうか。さてここは大阪駅7番乗り場8番乗り場に行ってきました。はい、もう7、8とってあと9、11、あと3つですね、皆さんにご紹介したいと思います。こちらは新快速 B と書かれておりますから、湖西線経由敦賀行き。こちらが7番乗り場、7番乗り場には普通電車そして快速電車がやってきます。なんか鳥が来てびっくりしました。あちらと同時発車するのかな、あの新快速、どうなんでしょう。あっちの方が遅いかもしれない。大阪、大阪ですと言っております。乗り降りは危ねえな、今鳥が引かれそうだったぞ。鳥ね、鳥って怖いんですよ。引かれそうにも関わらず電車の前に飛び出してくる、本当に怖いものです。12両編成という長い車両で、途中大見今ですね、多分切り離すと思います。そして大見省庁、それから北陸の雪がたくさん降ってるところまで行くわけです。あれがこちらが先ほど新快速と一緒に入ってきた普通電車、高槻行き321系です。配送と何回でここから発車していくわけです。多分新大阪の方まで行くんでしょう。そこからまた戻ってくるんでしょうね、こちらの電車は。
9番乗り場、10番乗り場。すごいな、やっぱこう間近でこの気動車というものを見るとすごい迫力があるんですけど、この電車はホット7000系地図急行の特急電車です。特急スーパーハクト京都行きです。これ自由席なのに全面展望が見れるという素晴らしい場所なんですけどね。扉が閉まりました。バスまたは機動車ですね、機動車の音ですからバスなんかにも似てると思います。快速の電車、9番乗り場、10番乗り場もまた面白い光景が見れるんですけど、こちらも幕回しです。大阪駅は特に幕回しをよく見れる駅ともまあされていますが、いろんな種類のものですね、特急から、またこういう区間快速のやつやら、入ってきた時のやつやら、いろいろあります。新快速一体いくつ何種類あるんだって感じなんですけど、 Not in service。 1000番台の快速電車、前原駅です。あちらが大阪駅の東側になります。221系電車、まああんなのがたくさんいるわけですよね。ここまでいろんなところ見てきたけど、まあここからね、だいぶ人が少ないというところをまあ見ていこうと思います。もうじきあの回送電車もまもなく発車すると思うんですけど、ちょっとそれだけ見ましょうか。信号が青になれば発車するんですけど、まだ信号が青じゃない。
ちゃんと列車っていう風にするんだね。本当は電車で別に全然大丈夫なんですけど、まあ乗れないなんで列車ってことにしてるんでしょうけど。まだ信号が青にならないですね。ということで信号が今青になったんで、もう発車すると思います。この回送電車は見ていきましょうか。あ、さすがに11番乗り場まで全部こう見せるのはもうめんどくさい、めんどくさいって言ったらあれですけど、疲れてきたので、こんぐらいにしようかなと思います。11番乗り場にわざわざ行くのはちょっとめんどくさいので、9、10、11と、今回見て終わりにしたいなと思います。快速電車、あちらは新快速電車、あちらはまた敦賀行きでしょうか。ということで、あちらの新快速発車したらこの動画を終わりにしたいなと思います。さあ今日はね、1番乗り場から、2番乗り場、3番乗り場、4番乗り場、5番乗り場、6番乗り場と、順々に見てきたんですけど、なかなか1日ずっと大阪駅にこういる人っていうのはなかなかないんでね、おそらく僕多分結構しんどかったです。で累計2時間ぐらいいるのかな、これはハイビームになっております。快速敦賀行き12両でつないでおります。後ろ8両は225系という新しい車両を使っておりまして、なかなかこう下が綺麗だから、比較的最近製造されたのかな、すごい綺麗だ。そんなこと言ってたら向こう側からやってきたのはサンダーバード。サンダーバードを見送ってからですね、この動画終わりにしたいなと思います。ということで、この電車は大阪始発サンダーバード特急ですね。何号か忘れましたが、この電車は福井、それから金沢方面に行くようですね。どこに行くんでしょう、よく見てみましょう。はい、金沢と書いてあります。これに乗ればね、北陸新幹線ももうひょっと行けるわけです。 JR 西日本の、特急683系です。黒、座席の等越はイーロハーで分けられていますから、ローというのは、イーロハーのうちのロ、また不思議なものです。というわけで、ここまで見てきたんですけど、これで、9番線、10番線、11番線と全部ね、全部の番線に来る列車観察することができたので、この辺で、ね、終わりたいと思います。15時32分。ということでね、この動画良かったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。もうこのホームから誰もお客さんを乗せないぞというような感じの
あれですよね、ということでここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。